ゲアハルト・グルーバーは、オーストリアの無声映画伴奏者、ピアニストである。1951年5月6日、オーストリアのオーバーエースター・ライシュー、ローアバフ・ハック・アイゲン・イム・ミュール・クライスに生まれる。1971年から1974年まで、グラーツ国立音楽大学でジャズを専攻する。 同学卒業後の1974年から1987年までピアノ教師を務め、また様々なジャズバンドで演奏する。その一方で、1983年からは、ウィーンのヨーゼフ・シュタット劇場、ウィーン・フォルクス劇場、テアター・グルッペ80、ウィーン青年劇場といった劇場の演劇音楽の作曲家となり、1988年に無声映画伴奏者となる。 以来、400作を超える、サイレント映画の伴奏を務め、ハンス・カール・ブレスラワー監督の大スタトー・ネジュデン、グスタフ・ウチツキ監督のカフェ・アレクトリック、あるいは、デア・ウィーン・プラ・タイム・フィルムといった作品の音楽を手掛けた。2006年には、ネストイ劇場のハウマッチ、シャーチを手掛け、2008年に、舞台芸術大賞を受賞した。 伴奏のレパートリーとしてのサイレント映画の一覧である。ありがとうございます。